はいどうもおぱしです、本日声コードアップデート入りましてエヴァンゲリオンコラボ来たということで、ちょっとね動画撮っていこうかなと思います。で今回ねエヴァンゲリオンの電動ガチャが足されたということで、これがねもう6年やってて初らしいんですね。でめちゃくちゃ強いらしいんで、ちょっとマロが興奮してたんで俺もガチャ引きたくなりました。でエヴァンゲリオンコラボね、電動ガチャ以外にも、まあ、こちらのね通常のコラボガチャだったりとか、こちら、まあ、過去のコラボですね、懐かしい、第2回、絶版ガチャというね、絶版の再販っていうすごいとんでもない日本語ですね。今回はねこちらの電動ガチャ、金券1万5000金券約3万円分用意したので引いていきたいなと思います。これガチャの下にさ、ご利用は計画的にって出てるの、なんかすごいやばいね、限界感感じるねガチャの下にその文字はあかんでしょ。ちなみに確率は 0.189%。 まあみんなねエヴァンゲリオンのパチンコ大好きだと思うんですよ、まあ、全回転だと思えばパチンコの超激レアリーチぐらいの確率でしょう多分。まあイコールパチンカスはみんなそれ引けると思って座るんで引けます。俺も今までエヴァンゲリオンのね、パチンコにめちゃくちゃお金吸われてきたんで、まあ、どうせ座れるんだったら大好きな荒野行動の6周年に突っ込みたいよねということで突っ込んでいきます。いきます。俺さやばいこと言っていい？電動ガチャ引くの初めてでシステム分かってないんだよねおーしょっぱい。とりあえず100枚交換しちゃおう。さあ行け。しょっぱくね？でもなんか結構なんか今回何？割引キャンペーン入ってる。めっちゃ8枚で引けるじゃん。このまま走り切って大当たりまで行きたい。え、グロ画像来た。え、マジ？え、びっくりするぐらい紫色じゃん。これ初週限定で 20% オフなんだ。引くなら今しかねえじゃん。よかった初日に動画撮ってて。行くぜ当たれ。久しぶりだよこんなにガチャ引くの。まあでも6周年だしな親コード、たまにはなガツンといかないとな。お世話になってっからよ。おお来た、ようやく金、初金。これどうなの確率的に。いくぜ来い。でんどうじゃない。これえこれエヴァンゲリオン、めっちゃ反応困っちゃったよこれ。あシーズン14限定って書いてある。おいエヴァコラボくれよ、エヴァコラボ、エヴァ来い、エヴァ来い。俺もどやれてんだ、俺電動車持ってるよって。鍵お前の鍵ランク低くねっつって、鍵ランクマウント取らしてくれよ。全然出ねえ。ええこれ爆死してる、もしかして。これ結構やばそうじゃない？え、やばい雰囲気だよね。俺でもさ6周年だから今回はいいことしか言わないよでおくわ。運営さんに見られて怒られんのやだから頼むよ。エヴァじゃないぞな、これすごいね、今のスキンここまで動くようになったんだ。6年前から進化しましたね小屋コードさんね。頼むよ。3万円分の金券があればさすがにね引けると信じたい。おおお流れ来た流れ来た、来てる流れは来てるよえめっちゃ電動の銃ばっかりんだけど、これどうなのこれ。ちょコメント欄でみんな教えて。俺エヴァンゲリオン以外全部外れかのようなリアクション取ってるけど、それ当たりですよって言われた時すげえなんか申し訳なくなるからさ。これ当たってる？大丈夫そう？おぱしさんそれはめちゃくちゃ当たりです、3万円の価値ありますよって言われないとちょっと俺のメンタルが保てなくなる。ご利用は計画的に。金、うわー黒画像きた。え、これバインド金券使えないのこれ。あ、じゃあこれが限界か。3000金券余っちまったよ、頼むって。とはいえでも2万円分以上は回してるぞ、頼むよ。え、頼む。え、待って、エヴァンゲリオン楽しめてないって。エヴァンゲリオン楽しめてない、全然福音が聞こえてこない。終わるって。え、本当に終わっちゃうよラスト。えこれ俺のエヴァンゲリオン終わった。こっちの金券は引けんのか、頼むって。え、こっちの方がガチャ楽しそうじゃん、ふざけんなよ、全部こっち引けばよかった。もう頼むって。うわ引かなきゃよかった、
いやでもまだエヴァ味はあるよ。リュック第4の使徒。え泣きそう。やばい。どうしよう。マロの動画見なきゃよかった。マロが引いた方がいいって言うから、全部マロが悪い。マロー